どうも、なめです。これまた、スーパーに行った時に、面白い味を見つけたんで、買ってまいりました。カルビーのポテトチップス。贅沢抹茶。期間限定商品でございます。くそ、ポテトチップスに抹茶が出てしまうなんて。これ初めてですよね。ありました？宇治茶100%の抹茶使用だって。 さあ、苦いのか甘いのか食べてみたらわかる。抹茶っていろいろやるね。アイスもあるわ、本当に。 うわ、髪緑、ほら緑で、ほら、あ、緑ってる。こんな感じね。ほら、緑でしょ、マキチル。これ、チョコレートかなのかな？あ、抹茶チョコレートかけって書いてある。じゃあ、いただきます。なんかね、面白い味だな。そんなに抹茶の味は強くないんですけど、ポテチのしょっぱい味と、ちょっと、ほんのちょっとの抹茶のチョコの味がして、美味しいですね、これ。まずくないです。まあ、甘じょっぱいみたいな感じですかね。でも美味しいです、これ。全然苦味とかないですね。抹茶のチョコレートなんだ。やっぱ塩の味、世界だね。ほろ苦い甘さの抹茶チョコレートをトッピング。塩味とほろ苦い甘さがマッチした贅沢な味わいだって。 これはありなんじゃないかな。ポテトチップスでも一番好きなのはコンソメかな。薄塩より僕はコンソメ派です。食べてみたんですけど、非常に僕は美味しかったと思います。これだったらね、抹茶苦手な人、抹茶じゃねえや、抹茶か、僕あの飲んだことないんでは苦味が分かんないんですけど、これだったらまあ、チョコレートになってるんで、苦手な方も食べれるんじゃないかなと思います。あとね、ポテチ大好きな人は、ぜひ食べてみてください。本日も見ていただいてありがとうございました。バイバイ。もしよろしかったら、評価やコメント、チャンネル登録など、よろしくお願いいたします。それでは。